行ってみましょうかね。ここに行きはんねんけどね。まず最初にここから行くわ。この古墳もね、どうもホタテが前方後円墳の可能性が強いんだけどね、この辺で整備されてないからちょっとね分かんないけど、中入れへんな。これがね、こういう形かな。分からんな、これでは。向こうのあれ見ましょうか。向こうのね、看板がどこにあるんだけどね。まあ、さっぱりわからん、これは。看板で見ないとわからんぞ、これはの。お看板、ここにある。別所した古墳。これはね、4世紀の後半。直径が60メートル。60メートル。まあ、基本的には、円墳やろうけども、さっぱりわかりませんわ。60メーター。これね、前聞いたときね、前方後円墳って聞いたんだけどね、どうなんだろうね。ほんで、ずっと見て回ったんで、わからないんだね。まあまあ、昔と比べたら、ちょっとね、この、雑草はちょっと少ないけどね、昔ひどかったね。奥まで入れんやったけどね、ちょっと入れんこともないか。そこまではね、入っても。ほんで、こういう形だから、こっちの方にね、作り出しがあるような感じやな。前方後円墳。見た感じでしたね。ああ、通りかなんかおんねや。こんな近く通るおるんやね。はい、すんまへん。ちょっと向こうの、今1期目やけんね。一期目。さて、全部見てもらえるかね。32期あんねんけど、時間なかったんでね。3月の桜の前やったかな、何回か来てんだけど。これがモニュメントでございます。これで行ったらね、一番大きいのが、津山古墳でございますね。おそらく。これがね、ここで見てみようか。ほんで流山君がすごい、あれが流山君ね、どれや。流山君どれだ、向こうか。あれね、あれが流山君。今から行きますけど。蔵塚古墳に一本松古墳、この滑り山古墳と一本松古墳とね、後で行きますね。文次郎山古墳。これどこだ、乙女山古墳ね、はいはい。わかるわかる。狐塚古墳、あれもわかるな。三好2号墳。三好3号墳。讃岐神社古墳、これわからへんねんけどね。津山古墳の後ろあたりあんやろうかね。この辺はちょっとね、書いてないかわからんけど。リクエスト来てたんだけどね。ここにはね、全部ほとんど出してるんだけど、全部いっぺんにね、動画上げてくれって言うてね、リクエストが。大変なんですよ。もう、8時間ぐらいかかるよね。今日は6時間、5、6時間時間ないからね。周りの古墳は回れないね。どれだけ回れるか、回るだけ回ってみよう。はい、第2両目。書いてあるわ。お、長さ105メーター。高さは変えてないかね。高さ変えてなかったね。
だからここの横にね、流山1号本がね、横あったんだわ。2号本、結びの広間の横にね。やっぱそういう流山は、あれがね、どれだ、あれが流山1号本。で、流山2号本がこっちかね。ここが流山2号本がここあるんだよね、分からへんな。2号本ね。ということで、1、2、3、今4両って感じやな。今4機見たちの感じかな、4機。4機目です。ちょっとじゃあ、噴気を登ってみましょう。登りにくいで、この階段は。豊本の頂上でございます。ここに連動格闘があったんだな。誰がコエムのエフンの方でございますけどね、今から上がってみましょう。いやー、こんな立ってたかね。最初に来た時はね、ほとんどなかったんやて。だから後でね、追加されたんでね。はい、上がってみましょう。もう雑草も生えてますよ。どっちを見てるか全然さっぱりわからんな。どこだこれ。ああ、これは、こっちが大阪方面や。こっちが、桂木、それから五世、五条方面ね。ずーっと奈良のこんなか。奈良方面。奈良方面。これ見てみようか。これにね、4号本書いてないかね。いやー、書いてないね。残念やね、現在地。わからんか。わかりませんか。残念。この裏あたりね、ありそうなんだけどね。やぶになってますか。残念。やぶでございましたか。この辺がそうかね。この高まりはそうやね。4号風やね、これ。看板もないけど分からんけど、はい、これで5機目ね。まあ4号風にしておきましょう、これ。このこんもりとね、山が盛り上がったところのゾーっていうのそこそこ大きいんだけどね。お、看板があるぞ。3機あったん、ここに。あそこじゃないから。ああ、これ1機、2機、もう1機はどこだ。ちょっと小さいやけどね。石図が残ってますね。1機、2機やろ。これやろ。まあちょっと小さい部分ではあるけどね。これはセメントで固めてありますか。もう1機なかったかんねんな、3機やから。
6、7。もう一軒どこあるのかね、8軒。見当たらんがね。破壊されましたか、もう一軒は。わかりますかね、これで。3号墳と2号墳。片尾古墳群のね、1号墳はどれだろう。1号墳この裏や、ここ1号墳や。片尾1号墳。全然残ってません。ただ、こういうふうになってたけどさ。ね、ほんで、片尾3号墳。古墳の丘。この上が3号墳。で、この辺が2号分かな、分からんね、さっぱり。3基やから。ね、ほんとちょうど10基ほどみたいなことになるのかね。ちょっと分かりづらいけど。あ、10基ほどみたいな感じなんだけど。分かるかね、分からんな。2号分。ダメなんだけど。あら、チューリップがひどい、すごいことになってるけど、あっちね、チューリップが。よし、じゃあ、今、実機見たところになってるからさ、本当はここにね、一気に行き、わからんね、一気に行き。これ、上上がるとね、ここから降りてこれました、まあ、以前ね、なんかやぶになってましたけどね。でもこの全部ヤブで中までさっぱりね、中は見えなかったな。今中ちょっと見えるんやけどね。こっちに砲墳があるはずやけどね。前方部30メーターじゃないの。わからんな。30メーターか。こっから入ったんやな。これから入ってくるくる回って中をね、くるくる回ってこっちだよ、前な。ここから私は行けるのかね。あるね。竹竹竹でございますね。これは右やな。暗っ。こんな暗くなるの。これは前方部でございますね、ここね。で、そこからが公園部ですか。こうやってる、なんだ、カズラか。前上がったことあるんだけどね、ちょっと上がってみましょうか。みんなよう滑ってはりますわ。こんな急かね。あ、大変。前はね、こう歩いたんやけど、あの時はね、もっとね、ブッシュいっぱいやったけど。これは、こういうね、目印がなければ、出るの大変みたいな感じやったんやて、これ。どっかね、この辺か降りたやろ。何にも見えへんな、外が。降りれそうじゃないね。こういっか。これちょっと追いましょうか、ここ。これか、左か。あれ、どこやったかね。看板と違うね。ね。で、今こうねな。この横にも出れるんかいな。ここはね、出れないはずやけど。ここはどうやろう。こっから入ったらいいよな、こう。はい、でちょっと公園部の看板にちょっと行って探すの大変やったんやからね。今きれいに蚊帳買ってくれてるけど、ちょうど今公園部の後ろにおるんやけど、全然見ないもんね。見よう作り出しあんねんけどね、ちょっとわからんかったな。あれが作り出しあったんかね。わからんね。
はい、ありがとうございました。乙女山古墳でございました。